JR 西日本で走る実際の電車を使って運転や車掌業務などを体験できるイベントが岡山県和気町で開かれました。山陽本線などで実際に使われている電車を子どもたちが運転します。 JR 西日本岡山支社が岡山ディスティネーションキャンペーンの一環として初めて開いたものです。会場は現役の運転士が訓練で使用する和気町の施設。指導を受けた子どもたちが片道およそ400メートルの線路で電車を動かし、運転士の気分を味わっていました。緊張しました。思ったより、ね、スムーズに動いて止まって、ね、いい体験ができたと思います。お待たせしました。まもなく発車します。また丸山駅です。どうにご注意ください。このほか車内アナウンスをするなどの車掌体験も行われました。 JR 西日本岡山支社では鉄道の魅力向上につながればと話しています。